自民党、西村康稔経産省がクルーザーに女の子をはべらせて豪語、お前ら俺が総理になったら官邸に呼んだる。話題沸騰中の泉房保氏の新刊、政治は喧嘩だ明石市長の12年、聞き手イコール、朝日新聞政治部、の著者で政治ジャーナリストの鮫島博司、連載もいよいよ第5回。今回は、政党編、お届けする。 泉市は市長在任12年間の間に特定の政党の支持を受けたことは一度たりともなかったそんなものがなくても市民が味方についてくれたら選挙には勝てるという信念があったからだ和泉氏と古い付き合いがある西村康利経産省の仰天エピソードも含む読みどころを同書から抜粋してお届けする 前編記事、なぜ今の自民党議員は小物ばかりなのか元明石市長と元朝日新聞政治記者が語った根本原因お前が人殺しでも味方やサメ島泉さんと明石市民の関係は田中角栄と地元の支援者の関係にも似ています泉確かに4年前の出直し選挙の時メディアにも議会にも叩かれまくってる状況でしたが。 自分としては心のどこかで市民は分かってくれてるという気持ちがあって蓋を開けてみればびっくりするくらいの票数で圧勝させてもらえた角栄さんを熱く語っていたのと同じ熱意が自分をもう一回市長に戻してくれたんだと思いました鮫島私にとって印象的だったのは古賀誠さんです 古賀さんも小泉純一郎政権時代の抵抗勢力のドンで完全なる悪玉と見られていたけど地元の福岡では圧倒的に選挙が強かった古賀さんが「国会議員は人殺し以外どんな罪を暴かれても当選する力がないとダメだ」と言ってましたわら「この人何を言い出すんだと思ったけど地元では絶大な人気があってこれこそが自民党の強みだと感じました」 泉渡し、実は初めて市長選に出たときに、ふるさとである明石市二見町西二見の幼なじみや近所のおっちゃん連中から、ふさほ、覚えとけよ。わしら花、お前が人殺しても味方やからな、と言われました。鮫島殺しても大丈夫なんだわら。泉びっくりして、いやいや、殺しませんから言いましたけどね。お前は明石を捨てんと帰ってきて、わしらのために立ち上がってくれた。 それだけでわしら感動や。だからお前が人殺したって、わしらは味方やから信じろ、って、ほんまに言われました。そういった方々の応援のおかげで私が市長になっても、彼らは何の要求もしません。お前が明石のため、わが村のために頑張ればそれで十分や、と、その気持ちがわしらは嬉しいんや、という人たちだったから、本当にありがたかった。 泉話を戻すと小選挙区制の弊害が大きくてかつての田中角栄や古賀誠のような足腰の強さを感じる政治家が自民党も激減した以下はネチズンのコメントをまとめたものです地方に出向になっていた官僚時代も西村の上昇志向は凄まじかったただ問題なのは出世自体が目的であり 出世して力を得て国を良くしたいということではないところまあ岸田をはじめ自民党議員はそんなんばっかだけどねすごいかどうかよりも現代の日本の総理大臣には人望の厚い人良い意味でのがなった方がいい日本の将来を見据えて総理になってるわけじゃないから強力なリーダーシップを取れる人がいない 全部自分の利益、手柄優先。国力を強くしないとどのみち終わりなのに、その源である国民を苦しめることしかしない。向こう20年は時効のままだろうな。対抗できる政党が皆無なのが民主主義国家としては致命的。若い世代がちょっと頑張ったくらいでは時効は崩れない。 西村議員はパソナとの太い疑惑のパイプもありますし、淡路島でのパソナが地方創生という名目で多大な赤字事業をやっていることとの関係も深そうですね。私もその近くに住んでいますが、多くの地元の人が反対したり、気味悪く思う事業に地方創生なんてないと私は思います。泉水市のような方が今後、全国でも出てくることを願います。 明石は良いいなと思います。題目だけ見ると誤解を与えるが内容的には良いさらに泉さんが今後のこともありますのでとまで言うのだから西村大臣は何かと過ごそうだ。 かつて週刊誌やスポーツ誌が西村大臣が多忙すぎて、スポーツジムに通う時間もないことから議員会館の部屋にエレベーターも使わず階段で行き来し、お月の官僚がぼやいているといった記事が出ていた。これぐらいの気概で総理を目指す男がいても良いじゃないか。それが目的化しなければみんな知ってるその上日本一のイン・ブレさらには日本最高峰の上から目線。 とにかく人望はない。それなのになんで選んでいるのかそれは与党としての利益を期待するからそして対抗馬がひどすぎるからまあとにかく人望はない西村さんいかにも差もありなんと思わせるところが人徳といえば人徳酒卸を恫喝したことも思い出すちょっと感覚が古い気もするが日本社会はまだそんなものかもしれないし 強い人が総理になる可能性は十分ある今の政治家の中で国民のことを考えて仕事を行っている人間が何人いるのか残念なことではあるが今の政治家は人の欲金・地位・位名誉のための職業でしかない。 さらに残念なことは、自分の利益しか興味がない一部有権者がそんな政治屋さんを国の代表として1票を投じている現実。西村は国を良くしたい、とかではなく、あくまでもまず総理大臣になることが目的なんやな。どこどこ会社のこういう仕事に興味がある、ではなく、社長になりたいから受けました、みたいな。この記事面白い。 記者が自分の書きたい方向へと泉さんをコントロールしようとする一方泉さんは冷静に言葉を選んで事実だけを述べようとしている「上昇志向女の子をはべらす」などは状況によっては主観の強い言葉だがこの記者の誘導的な質問に対してはむしろ主観を弱めた言葉になる。 記者の立場が市伊勢に満ち溢れ泉氏が記者の主観を押し返すという点で人となりがよく出ている記事の中で最も印象的だったものがこれ彼西村大臣は選挙対策も半端じゃありません参院選の時は公明党を応援する中略維新とのパイプも太い衆院選で他に有力な候補者が出ないように根回ししてるんです 中略、選挙前に、いわゆる有力者対策を終わらせてしまっている。勝つために、常に万全の選挙戦をやりきる。あの辺の戦略と、勝利への意思、迫力は凄まじいです。西村康稔氏の印象がこの記事でかなり下がりました。そういうい人かなという感じでしたが、実際にそういう人だったのかという感じ。 能力があるのと野心があるのは違うものですよ。